ティッシュ。ニーナ、そろそろやめておきましょう。当たりの玉なんて入ってないんだよ、このガラガラ。失礼の、ちゃんと入ってるよ。特賞の休暇付き温泉旅行、美肌の湯。僕たちの分の福引券使っても出なかったし、諦めようよ。私の所持 GP はあと。福引よろしいでしょうか。あ、すみません。福引1回だね。どうぞ回してください。温泉とは日本文化の象徴、日本伝統文化保存同好会会長である私に引けない道理はありません。恩切り格そうか。あ、金の玉大当たり。稲荷大明神の導きです。ちなみにミヤさんは12回目だよ。バラさないでくださいますか。私の温泉が。大丈夫、あと5枠残ってるよ。特賞は全部で6枠だから。私とマリアさん1回ずつです。あ、マリアとアイリーン、また挑戦してくれるんだね。今はテルメの気分だ。私も日本の温泉に興味津々です。事件が起こる気配を感じますよ。キリエ・エレイソン。金の玉大当たり。主よ、感謝する。あ、私の温泉がまた一つ。ゆけばり殺人事件。またまた金の玉大当たり。3連続、確率おかしくないですか。道場さん、福引の会場はここだよ。松岡さん、ありがとう。肌に磨きをかけるためにも温泉旅行は手に入れておきたいところだったの。僕も実は引こうと思ってたとこなんだ。温泉は打ち身や振り傷にいいからね。あれ、ダブル金の玉。もう二人結婚しちゃえばいいよ。5連続、残りあと一つじゃないですか。仕方ないな。ほら、ニーナ、これ使えないわ。いすず、これは福引券6枚も。本当は私が全員分を当てて姉妹みんなで温泉旅行って考えてたんだけどさ、残り1枠ならそれも叶わないし、ニーナが当てちまいなよ。いすず、ありがとう。私引き当ててみせます。白玉、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 赤玉。ああ、金の玉捨てた。当たりました、金の玉出ました。ニーナさんが最後の参加者ね。尊い姉妹の絆を見せていただきました。楽しみだな、温泉。日本のテルメ。湯煙殺人事件、名探偵の腕が鳴ります。ところでムーは、この温泉旅行の主催者って誰なの。ん、浅見教官だよ。え、いやない感じです。